みんなこんばんはだよ。タイさん、サスケさん、ニコちゃん、おニコちゃん、ありがとうね、いつもね。カルサーさんもいらっしゃい。今日は崖の上のポニョ、これをね同時視聴していきたいと思います。いやー、楽しみにしてたよ。まあ見たことはあるけど、やっぱねみんなと一緒に 見るってことはね、やったことないんで楽しみです。先週はね、魔女の宅急便、2週連続ジブリですね。もう最高です。ワニちゃん、スライディングおちゃん、ありがとう。ニコちゃん応援してるからね。あれよニコちゃん、TikTok の方も見てるよ、ヒロニ。すごいお絵描き頑張って、お絵描きっていうかイラスト頑張って、すごい。ポーニョーだぞ。お、星空さんいらっしゃい。マニちゃんもトトロのめっちゃすごいよね。ほんと。え、あれを何、一からトトロのやつを自分で作って、それを貼り付けてんの、もしかして。うん、もちろん見てる見てる、ニコちゃん。うん。あっちの方がすごい、投稿多いのかな、多分。あ、山美さんいらっしゃい。今日はポニョでーす。山美さん久しぶりだね。星空さんもいつもありがとう。あ、ちょっとまだ早め、あと10分ぐらいあるけど、まあそのうち始まるでしょう。ちょっとね、今のうちにね、ヒロにはちょっとお茶とか持ってきます。お茶とかまだ用意してなかった。ちょっとマイクから離れるね。下書きして塗って貼っつけてるってことは、あれ全部マニちゃんが作ってるのってこと。すごっ、あれを全部自分で作ってんの。え、もしかして刺繍を自分でやったってこと。あの刺繍みたいな感じにってことだとしたら、完全にプロだね、マニちゃん。趣味のレベルをもう超えてる。あれを自力で作ってるって、すごい。白朗さん、あれ、これ山美さんじゃなかったかな、もしかして。ごめんなさい、山美さんだと思って、山美さんって言っちゃった。白朗さん、山美さんっていう方がいて、すいません、その方も白朗さんだったんで、山美さんって言っちゃいましたけど、もし違ってたらごめんなさいね。白朗さん、こんばんは。ポニョいいよね。だまにちゃん、いつかさ、また来年あたりのポケモンのさ、ココとかあったらいいよね。ココの同時視聴とか絶対やりたい。めっちゃ感動するんでしょ、あれ。まだ見てないんだよね。あ、お茶ありがとう。お茶丁寧にありがとう。白朗さん。あ、そうだ、お茶持ってくる。お茶持ってきます。ちょっと待っててね。
しょ、戻りました。ゆらぬみことちゃん、ゆらっち、アフロさん、おからさん、いらっしゃい。みことちゃん。あ、ピーだって。アフロくんさん、いつもありがとう。たたたたたのしみ。明日は飛車の塔というオーブ40個確定にすごい。へえー、すごっ。あ、やっぱり違ってたんだ。ごめんなさいね。白朗さんでいいのかな。白朗さん、改めまして。あ、どうぞです。ポーニョポーニョポーニョ。ヒロインポヨポヨだって。ポヨポヨポヨ。あ、もう始まるぞ。もうまたあれだよね、ゴールデンウィーク昨日で終わってるけど、もう今日行って、もうね、今日終わったから、一日終わったから、もう学校の人たちはまた明日明後日休みでしょ。学生の皆さん、お休みだ。ポニョ大好きいいよね。ヒロインポニョはね、まあ、ポニョは本当割とストーリーは本当覚えてないかも。まあその流れは覚えてるよ。うん。細かい部分はちょっと覚えてないから。いつもの、いつものね。昔ながらのヒロニーのそれだから。楽しみです。あ、おー、りょけちゃん出た。あ、りょけちゃんの絵文字、それいいね。ポニョン、車ですごい見てる。車ですごい見てる。アニちゃん、いいよねー、ポニョ、いいよね。よいしょ。の映画は本当みんなで見るの最高よ。見終わった後、ハッピーになれるね。ほんと。ハッピーになれる。全部かどうかは知らないけど。大体8割ぐらいはハッピーになれると思う。9割ぐらい。おー、カイカルさん、いらっしゃい。ぷよぷよ。おかなんさんのほっぺ、ぷよぷよ。おちゃんはブリッジ。何、ニコちゃんはブリッジ。説明が雑すぎる、それ。ニコちゃんは。わわわんわわわんわわわわわん。夜回り3が出たんだな、そういえば。充電が 25%。 お、リバちゃん、ポニョニョのラーメン作りたかったのにハム買うの忘れてた。出た。あのね、実はね、ポニョのラーメンの方にしようとも思ってたの。このあれよね、サムネっていうかこれかな、多分一応ね、作ってたんだけど、これかな、ポニョのラーメン。ちょっとこのシーンあんまり覚えてないんだよな。なんかこれかな、これこっちも用意してたのよ。こっちがいいのかなとか思いながら。あ、北鉄天国山陽地区さん、こんばんは。あ、もしかしてこの間の駅総選挙見ました。あ、竹野さやなちゃん、9時から始まる、テレビでね、テレビの方でね。このラーメンだね。こっちの方がサムネ可愛いかな、どれにしようかな、悩む。いや、サムネは向こうにして、これを、その配信の方はこれにしよう。駅のやつ見ました？めちゃくちゃいいですよ、あれ。あれも永久保存版ですよ、あれは、本当に。あ、そうさんいらっしゃいませ。そうすけのお父さん、こういち役って長島、そうなのよ。そう、あ、それでね、あ、誰かびっくりするような人いた。あ、所ジョージさん、そう、所ジョージさんも出てるのよ、ヒロニーの大好きな所ジョージさん。だから藤本っていうか、誰なんだろう、ちょっと分かんないけど、藤本さん役でね、所ジョージさんが出てるのよ。これはね、素晴らしい、これ大注目です。多分あんまりセリフないかもしんない。僕勝手にお母さんのラーメン叩いて粉々にして怒られた。それはすごい激しいね、それは。福山駅よかった。あれ、ポニョの舞台って、え、舞台、あ、どうなん、まあ、そう、日本なんじゃないの、舞台。なんかあれかな、ここを、こ
ここをイメージしたみたいなとこあんのかな。実際の場所をここをちょっとなんかあるじゃん、ここをイメージしてこの作品の街を描いたみたいなのあんのかな。ちょっとそれは分かんない。他のなんかいろいろあるよね、あのそういうの。あ、他の映画も結構あると思う。タララ。なんとかの裏？何これ？なんて読むんだっけ？めっちゃ出る？え、めっちゃ出るの？ところジョージさん。そうそう、バズライトイヤー。あ、ムイムイさんかお持ち。崖の上のポニョ。始まった。よし、よし、始まったぞみんな。よし。崖の上のポニョ始まった。ポニョをざっくり説明。ポニョを取る、ソフトクリーム食べる、ラーメン食べる、なんやかんやありまして終わる。2秒解説ありがとう。さあ、始まりました。ちょっと BGM ちっちゃくするよ。ちっちゃくてどれぐらいちっちゃくなるかわかんないんだな、あんまり。始まったぞ、おい。魚の子と5歳の男の子の大冒険。書いてある。スタジオジブリ作品。よし、来た。あーぞー。あーぞー。あーちゃーん。コメントのやつが反映されてない。待ってよ。うわ、綺麗。こうか。あ、来た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 。こうだ。水描いてるイメージ、水巻いてるイメージある。うわ、綺麗だな。すごい。あれ、こんな始まりだったっけ、ポニョって。クラゲだ。うわー、幻想的だね。クラゲとかいろんななんか生き物が。これ誰だ。これ何、お父さん？覚えてないな。ポニョのお父さんか。このシーン、本当に覚えてない。7年ぶりに見た？あー、でかい。でかいイカが。でっか。ダイオウイカでしょ、これ。これ、藤本。あー、そうなの。これ、藤本さんなのね。あれ？クラゲばっかり。いや、綺麗だな。うわ、いろんな生き物がいる。すごい。あ、リュウグウノツカイがいるぞ。リュウグウノ、あ、出た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 。なんか出てきたぞ。なんか出てきた。なんか、お、食べてる食べてる。お、なんかいっぱい出てきた。いっぱい出てきたぞ。ダンゴムシみたい。あ、このシーンね。このシーンね。これ兄弟かな？ポニョの。なんかよく見えない。隠してる隠してる。隠してるぞ。隠してる。かわいい。思いっきり隠してた。なんで隠してたの？怒られるから。あ、今夜さんいらっしゃい。妹たちって書いてる。バイバーイだって。ナマズが隠してくれてた。ほんと。これ、配線？
おお、なんて綺麗なんだ。なんと美しい。美しすぎる。あ、あれ。なんか上に上がっていってないこれ。大丈夫？かわいい。この顔。この顔かわいすぎる。お布団みたいになってる。寝てるぞ。お、ちいちいさんいらっしゃい。かわいいよねこの生き物。おお、なんだ？なんか絵本みたいな感じになった。あ、そうなんだ。お知り合いのお子さんね。あー、まなちゃん見てる。よいしょ、やったー。一緒に見よう、まなちゃん。ポーニョ、ポーニョ、ポーニョ。魚、ポーニョ、あれ？魚の子じゃなくて。この絵すごくいいよね、むいむいさんね。わかる。こういうなんか絵本の世界みたいなの好きなんだよなー。しかもこれ物語のすごい大事な、なんというかシーンというか、あれだな、よく見たら。たくさんこう、ね。てかこれポニョかこれ。すっごいいっぱいいるけど。誰が歌ってんだろう。わー、綺麗だなー。島がたくさんあって。長崎とかあっちのあれだ、瀬戸内海かな、あっちの方とかの感じ。ぽーよ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 になってるよ。真剣に見よう。かわいいな。あ、出てきた。あ、あのうちわしかも。あ、あ、そうすけくん。ぽよぽよ。何回見ても飽きないね。そうすけくんもかわいいよ。お船を持ってる左手に。目が点になってる。あー、危ない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 、ちょっとちょっと危ない危ない、あやば、あーやばいやばいやばい、いろいろやばい、いろいろやばいよ。あ、ちょっとやめてやめて、超やめて、やばいやばい、あ、あこれはちょっとやばい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 、本当に非常にやばい、かわいそうだよね。あ、キョロちゃんさん久しぶり、逃げて逃げて、あー瓶に入っちゃった。あ、でも機械に巻き込まれなくてよかった。機械のあのスクリューのさとこに巻き込まれなくてよかったよ。でもこれ大変なことになったなこれ。あーあーあーあああ、かわいそうに。あ、やばいやばいやばい、なんか動いてないよ、動いてない、普通に危ない。ゆっくん頼む、助けて。こんなちっちゃいんだな。あー、やばいやばい、もうなんかぐったりしてる、ぐったりしてる、本当にやばい。あーやばい、うわ、どうやって撮るんだこれ。
なになになに、おお、怖っ。変なので済ませる、すごい。すごい。あー、怖い怖い怖い。思い切ってこういうことするのも大事なんだな。あ、血が出てる。一発で。ポニョのお水はぬるってしてて怖い。あー、なんか水のかき方がね、確かになんか。あれ、なんだったっけ。綺麗に割れてたね。白郎さん大丈夫？割った時にね、ちょっと手を切っちゃったんだよね。大丈夫よ、でも。この人。これ所ジョージさん？あ、本当だ。今ので分かった。かっこいい。手の動きかっこいい。そうだよね。そうなの？手書きのアニメ？なんかさ、なんか家とかの色とかもさ、なんかその、ほんと色鉛筆とかで塗ったような、なんかね、そんな感じが。絵のタッチが。なんかそういう後ろの草もそうだし。ソースケのバケツ持ってる？こんなのあるの？あ、生きてた。よかった。生きてるか。おー、よかったよかった。水鉄砲。開幕水鉄砲。水タイプ。売ってた？ポケモンじゃないから。ポケモンじゃない。海の影響の水道水はやばいよね、考えたら。ウクレソウスケの血を舐めたから最後のシーンが人形から人間化だ。そうなの？あ、お父さん、怪しい。明らかに怪しい。相当怪しい、これ。本当だったら。本当だったらめちゃくちゃ怪しいよね、これ。現実世界でこんな人いたらもうめちゃめちゃ怖いと思う。除草剤なの？お母さん、お母さん、ところジョージさん、かわいい、かわいい、かわいい、なんかお父さんもかわいいな、ピチモトさん、あの、かわいいな、これ、バケツ売ってやったの買いたいな。あれのセットも買いたい。あれでお花に水まきたいな。怪しい警察。なんかさ、顔がついてるのにさ、可愛いじゃないとか、コウスケくんにしか顔見えてないのかな、もしかして。あ、このサンドイッチ美味しそう。これ思った。ずーっと見てる。かわいい。ずーっと見てるよ。にょ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 だって。あ、プテさん、こんばんは。今日は同時視聴。崖の上のポニョ、見ております。もうめちゃくちゃ面白いです、すでに。ふーんだって。ふいっ。何食べるんだっけ？おお本体よこせ。そっちじゃなくて本体をよこせ。そうか、お肉は大好きなのか。そっちよこせ。そっちをよこせ。あ、水の上しか歩けないんだ。なるほど。だから巻いた水の上を歩いてたのか、そういうことか。
このお父さんいいな。このなんかファッションセンスこれ。何この船。お魚みたいな船だな、よく見たら。あー、国鉄さん、うん、ありがとう。ぜひですよ。魚みたいな船だったぞ、これ。船じゃないぞ、これ。魚かな。でっかい船だね。タンカーかな。ポニョ、かわいい。かわいすぎる。あの目、お目目がいいよな。かわいい。今日はね、崖の上のポニョ、金曜ロードショーでね、やってますんで、ぜひぜひ、皆さん一緒に見ましょう。ひまわりの、あー、ここか。あ、ありがとう。チャンネル登録ありがとうございます。ひまわりの家。近い、近い、うん、このバケツがソウスケくんのバケツって言ってるんだってよ。緑色の。あー、なるほどね。ソウスケちゃん、ポニョちゃんに首ったけだね、もう。どうするんだろう。え、大丈夫。確かに猫とか来たらちょっと怖いな。隠してる。あ、この隠し方これ大丈夫かな。これのぞこうとしてる。あ、コマーシャルに入りましたね。かわいい。もうかわいさがもう爆発してる。電気メーターのところにコオロギ隠してたのもな。で、実際の話、ソウスケ、そう、ソウスケくん今コマーシャルに入りましたんでね、またしばらくしたら始まるかと思います。ソウスケのバケツ本当に持ってる。うん、ねえ、まなちゃんいいなあ。あ、クロミちゃんさんこんばんは。お茶どうぞ。今日は崖の上のポニョを見てますよ。最高、最高ですね。かわいい。今コマーシャルですね。今から見る方は今のうちに、ね、金曜ロードショーでやってるんで、ぜひ一緒に見ましょう。イエローハットのコマーシャルやってたね。センクさんいらっしゃい、お茶どうぞ。変身の人びっくりするよ、それ。だって、そこで隠してたんならさ、開けたらコオロギ出てくるみたいな。ポニョーです、今日は。一緒に見ましょう。あ、初見さんありがとうございます。ぜひぜひ一緒に見ましょう。センクさん、はじめまして。当時市長とかですね、いろいろやってますんで、今日は、家の上のポニョです。今後ともよかったらよろしくお願いします。ポニョは、これなんだろう、これ、ノーカットとかなのかな。ポーニョポーニョ。11時までね、ゆっくり、みんなでゆっくり見ましょう。ポニョのお皿を持ってるの。ポニョグッズ結構あるんだな。それが欲しくなってくるね、でも。それ聞いたら欲しくなってくるな。まだ売ってるのかな。今年はね、ジブリパークが開園、11月かな、今年からね、行けるようになりますんで、すっごい楽しみですね、ジブリパーク。あいちゃん、タオル持ってる？いいね。トトロの方がグッズ多い？水の境界のせいでポニョは口先骨みたいに見える。あ、始まりました。あ、始まりました。
してんのかな、てかもじもじしてるのかな。なんでポニョっていう名前なんだろう。忙しいばっかりしか言わない。変なのだって。さあどうだ、ポニョってしてるからね。確かに、あ、いた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 、あれ、あ、そうか、水道水だからか、あ、違う、寝てただけか。寝てただけだ、怖い怖い、あ、泣いてる。優しい子だな、ほんと。あ、見つかった。あ、初見さんいらっしゃいませ。はじめまして。同時視聴しております。今日は崖の上のポニョです。よかったら一緒に見ましょう。金曜ロードショーでね、今やってますんでね。トウスケくん優しい子だな。夢の国の住人さん、素敵なお名前で。水鉄砲出た。水鉄砲。あー、でもかわいそう、お気に入りの服が。あー、ちょっと泣いちゃう。これは泣いちゃうな。これは泣いちゃうな。お気に入りの。見せたかったね、ソウスケくんに。もうポニョのことしか考えてないもん、今。もはや。もはやポニョのことしか頭にないのもん。でもこれ、ほんと水道水で大丈夫なのかな？いや、ちょっとそう。あー、おーおーおーおお、やばい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 。いろいろやばい。水道水で大丈夫なのか、大体。いや、かなり体力。なこれ大丈夫なのかな、海水が出てるのかな。確かにポニョは悪くない、そうポニョは悪くない。かわいすぎる、なんか下に吸い込まれるかと思って今怖かったよ。保育園、あ、そうかもしれないね、宗介くんね、保育、うん、保育園幼稚園、おばあちゃんたち、ポニョはかわいすぎる。ほんとどうしてわかったんだろう。どっこりゃ。最初に食べたのハムですね。最初に食べたのハム。本当はパンあげたんですけど、プイッてしてました。ポニョに聞いてみないとわからない。お、トキさん。あー、これここで津波を呼ぶよって言ってんだな。あー、水鉄砲。やめなさいポニョちゃん、それ怖い怖い怖い、かわいそうに、おばあちゃん、ちょっとちょっと、おばあちゃんかわいそうに、これなん、どうやって呼ぶかはちょっと分かんないんだけど、まあ、そういう、なんだろう、まあ昔からそう言われてるみたいな感じの言い方してたね。言い伝えなのかな。ポニョちゃん何にでも誰にでも気に入らないことあったら水引っ掛けるね。これは、これは困った。隠しちゃった。
あ、どうしよう。あ、宗介って言った。すぎる、かわいすぎるなこれ。 これ マナちゃん本当だな。あ、来た、お父さん、お父さん、かわいい、かわいい、かわいすぎる。あ、これね、これね、やばい、ソスケくんピンチ。うーわ、やばい。あー、ポニョが、うわー、危ない、ソスケくん危ない危ない危ない、かわいそう、かわいそうに、かわいそう、ソスケくん危ないぞ、もうそこは危ない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 、おお、溺れてるじゃん、危ない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 、わあ、ソスケくんかわいそうだなこれ、めちゃくちゃかわいそうだよこれ。何に入れられてるのこれ、水、危ない、ちょっとかわいそうだなこれ。あ、なぜあんな感じになったんだろう。シャボン玉かな、だね、ソフトクリームゾーン、ソフトクリーム。ああ、もうもう落ち込んでる。それこんな顔になるよ。元気出すた、元気出してほしいからお母さんソフトクリーム買ってあげてる。おお、車結構怖いなこれ。車の運転うまいイメージがあったんだよな。車の運転めっちゃいい、上手いイメージあったけど、やっぱ上手いな。寝起きのやそうかもしれない、ガツミか、寝起きにガツミか、ガツンとみかん食べてるヒロ兄だこれ。で、あと10分ぐらいしてから配信始めるっていう、運転荒すぎ。確かにうまいな、運転お母さんより荒い。あー、ねえ、そうすけくん、美味しいよね。はい、あの出来事は何だったんだってか。服とズボン逆さに着るやつ、よく免許取れたな。いや、教習場であんな運転したら絶対、絶対免許取れないよ。そりゃ。確かに。あれね、運転免許試験であんな運転してたら絶対免許取れない。宗介くんのお父さん、光一さんっていうの、あ、初見さんいらっしゃいませ。ちげまささんですね。はじめまして。来てくださってありがとうございます。あ、ね、崖の上のポニョ見てます。同時視聴で。よかったら一緒にゆっくり見ましょう。またゆっくりしていってくださいね。こんな家族欲しい。
小金井丸。あ、お母さんのことリサに変わるって言ってんの。お母さんのことリサって言ってる。わ、なんかあった、なんかあったぞこれ。あー、今日帰ってくる予定が帰ってこれなくなったのかな。ああー、もういろ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 大変だ、いろいろ大変。お名前呼びなのね、リサってね。いろいろ大変だった。お父さん来た、ビールが、ビールのロング缶が大変なことになってた。トウスケのお母さん料理めっちゃうまいの。あ、そうか。あ、だから、この今サムネになってるこのラーメンも、まあ、ラーメンだよね、これ。それ、お母さんが作ってくれたんだよね、多分。リサさんが。私のお母さんが、あのシーンめっちゃ声似てた。すごい。すごい。そうだよね。楽しみにしてたんだよね。それだけね。そう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 。ただ怒ってるんじゃないんだもんね。楽しみにしてたから、ショックすぎてね。もういいって。はい、クロミさん。ありがとう。激おこ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ファンタグレープ飲む？お母さん、リサ怖い。本当に？あ、元気な、ね、元気なお母さんだね。優しいよ。優しい。からどうなるんだったっけな？からどうなるんだったかな。インスタントラなんだこれ、今ちなみにコマーシャルですね。コマーシャルネタバレになるの C だね、 C だね。あ、チャンネル登録ありがとうございます。このチャンネルではね、同時視聴とか、まあ、いろいろやっていきますので、ね、よかったらまた今後もよろしくお願いします。CM ね。あ、カフェイさんいらっしゃい。あ、これ、ケラさんか。いらっしゃい、いらっしゃい。指名お願いします。みんな、ジュース何派？ジュース何派？何派ですか？コーラかな？ジュースといえば。コーラ結構好きかもしれん。あ、でも最近あんま飲んでないな。サイダー。いや、そんな、あ、ゲームの配信は向こうであるよ。もちひろプラスの方であるよ。こっちのチャンネルではもうあんまりないよ。あ、まあ、そうだね。明日はあるけど、明日とか明後日とか。あ、デンさんいらっしゃいませ。通りすがりです。ありがとうございます。デンさんお茶どうぞ。ソウスケとポニョが一緒に、ソウスケが持っている船でお母さんがそうそう。ダメよ。ダメ、ネタバレダメよ。ネタバレダメよ。今、木を力で押し倒した。今日は崖の上のポニョでーす。そうだね。あ、マナちゃんそうだよ、ほんと。CM は CMR をかけて無料なんだよ。そう。本当にそう。本当はね、なんかお金払って見ないといけないのを、コマーシャルがあることによって無料で見れてる。本当にそう。今日金曜日ですね。なんか、あの、ゴールデンウィーク挟んで、平日、祝日、土日、え？違う。なんだっけ、土日平日祝日平日みたいな感じだから、なんか曜日の感覚ちょっと狂っちゃいますよね。あ、始まりました。もうお母さんが、リサちゃんはもうね、パパさん帰ってきてないからもうあんな感じになっちゃってかわいそう。始まりました。知らないになってる。寝てるのかな。寝てる可能性もあるな、これ。すれてるんだね。すれてるんだよね。あ、モールス信号。え、使いこなしてる。これ、なんて言ってんのかな。あ、お父さん。あ、しょうがないね。仕事だからな。しかも、こういう船の上のお仕事。PAKO 息子に打たせるリサちゃん。
早い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  めちゃくちゃ早い ああ何これ、なんて帰ってきたんだろうね、こうね、向こうのはかわいい、下にローマ字出てるの笑う確かに早すぎない、でも早すぎる、ありがとうおやすみだって、すごすぎる、優しいな、ほんとゆらぬそんな感じだったな、ポニョはどうしたんだろうな、だいぶ帰ってきてないのかな、どうなんだろう、ソウスケくんがいるからまだ大丈夫ソウスケくんが入れてくれてるからまだ大丈夫、まだなんとか大丈夫、私は元気って、あれこれなんかの歌だよな、あれそれポニョの歌だったっけ、違うよな、なんかあ、池の谷さんいらっしゃいませ、トトロの歌だよね、そうそうそう、歩こう歩こうでしょ、トトロか、そうかそうか、ありがとう、お、ソウスケくんです、散歩だよね、散歩だよね、あ、イコサカさんいらっしゃいませ、お茶どうぞ、人間になる、出た、ユケンさんいらっしゃいませ、よかったら一緒にゆっくり見ましょう、私もかつては人間だった、こんなの嫌だになっちゃった。おお、なになに？いや、すごすぎる。ああ、すごい力だ、これ。何者だ？ああ、手も出てきた。普通出ないからかわいい、ちょっとなんか大きくなってない、全然ダメじゃんポニョの力が強すぎる、なんか魔力を飲んでんのかこれ、何かを飲んでる癒されるね、お、ワンコちゃんいらっしゃい、あ、やばい本気出した、あーあー戻っちゃった、戻っちゃったよ、いやーさすがにあれには勝てなかったか、ソウスケくんが瓶割った時に手怪我してて、その血をペロって舐めてたもんね、可愛かったのにね、やばいよポニョ、バカちゃん、あーそっちに入れられる、あーもう出られない、ポニョちゃん、
だだどどどどどどしたこれ一体何事だ。なんか薬飲んでたね。ああやばいやばい飲まれてる。やばい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 。何なんだろうなこれ。めっちゃ見てる外の魚が。魔法の薬。1907年。おお、どこだこれ。これぐらい。これぐらいの。時代なんだろう今がこの世界の中で。おお、サウナ。あ、初見さんいらっしゃいませ、モンモンさん。モンモンさんいらっしゃい、お茶どうぞ。地味に家の上のポニョ同時視聴してまーす。よかったらね一緒に見ましょう。あれなんか若返った？なんかブツブツみたいなの出てたの、そういえばさっき。あーそうか、こういう感じだったか。緩んでるな。あの言い方がいい。もともと人間だったらしいよ。もともと人間だったらしい、この人。この人は ポニョのお父さんなんじゃないかな。楽しいね。黒くってきます。これなんかどっかで聞いたな。どっかで聞いたな、これ。マナちゃんかな、これ。さあ、コマーシャルに入りました。なんか真似されたよ。マナちゃんが言ってたもんね、それ。ああ、コマーシャルに入る。なんかコマーシャルの感覚がすごい短い。なんか結構コマーシャル多い気がするな。気のせいかな。気のせい、こんなに多かった？じゃらーん。いや、たまたまよ、まなちゃん。大丈夫、大丈夫。たまたまだから。保健さんだから。たまたまよ。もうコマーシャルちょっと多めかもしれないな。そんな感じがした。今日お風呂炊けたの5時しました。出た。新作。え、来週の金曜ロードショーって何があるんだ？他のチャンネルでもこれしてた。いや、それはもう、間違い。ね。間違いだからさ。たまたま同じ間違いすることもあるよ、それはね。金曜ロードショー来週は、あ、映画自体がもともと短いのかな？なるほどね。そうだろうね。なるほどね。そういうことか。ラインナップ、あそういうことか。世界が海になる予告ビルスタンバイ。来週はね、あおちょっと懐かしの映画みたいな感じのが続くな。ローマの休日、ショーシャンクの空に、お次がファブル。いや、ちょっとしばらくなんか、しばらく同時視聴するのなさそうだな、この金曜ロードショーの方は。違うのないの、なんか。放送ラインナップ。あ、ジュマンジこの間あったんだよな。ミッションインポッシブル。これ明日か？ ET があるね。ET 見ようかな。来週はローマの休日。前先生に水道を飲んできますって言ったら、水道は飲めませんって言われて笑った。あ、まあ水道自体はってことかな。でも水道を飲むで別に伝わるけどな。水道を飲むで伝わるけどな。ありがとう星空さん、そうさん。体に気をつけて、優しいもんもんさん。優しい。ニコちゃんありがとう。トーハムの CM を逆再生したら笑えたよ。その逆再生で面白いやつあるよね、結構。トーハムの CM の逆再生は聞いたことないな。
ET、あ、ET 見ようかな。ね。ET もいい映画だよ。さあ、始まりました、ポニョ。あ、ここからどうやって。ここからちょっと出たいね。ツンツンされてる。めちゃツンツンされてる。ジブリの食べ物を食べてみたい、ほんと。かわいいな、この子たちも。ハムハムしてる、なんか。なんかハムハムしてるぞ。何してるんだろう、これ。めっちゃ来てる。大丈夫って。心配してんのかな、多分。うわ、数がすごい。数がすごい。あ、泡を食べたのか、そういうことか。あ、あ、手が早い。早いな。チューだって。手が。トトロみたいな口になってる。何回も ET があってマネちゃんが泣いてたってお母さんから聞いた。あー、いやもうあれ本当に泣けるもんね。感動するもんね。わかる。ET 見よっか。おー、なにこれ。あー、だって。これ、うわ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 、ちょっと部屋の中がこれすごいことなるぞ。これ、あのなんか、あー、やばいやばいやばい。それはやばいって。それはやばい。やばいやばいやばい、もうこれ船沈む。沈む。この吸い込まれ方が。あー、やばいことになった、これ。うわおー、やばいぞ、これ。どうすんの、これ。あ、ここはやばいよ。あ、そこ開けちゃダメ。どうす、それ開いたら大変なことになるぞ、これ。いかん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 。なんでそれ開けようとしてんの？タコが。それ水が入ったらやばくなるんじゃないそれ。やば。このシーン有名だった。やばいじゃん。あ。あああああああ。あ。かわいい。かわいいな。あ、おお、手も完全に人間の手足になってる。どういうこと？完全に人間になった。あのなんか垂直に立ってるのかわいいな、なんか。うわ。えらいこっちゃこれ。えらいこっちゃ。あー、このシーン、ここね、ここに有名だよね。これ有名だよね、ワニちゃん、ここ。ポスターとかで見たことある、ここ。ここには上に上がっていくところの。だって、え、魚になった。え、魚だ、こんな感じだったの。うわ、天変地異だよこれ。いや、天変地異じゃないな、なんだろう、この世の終わりだよ。ああ、船がやばい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 、ちょ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 、やばいって、これやばいよ、これやばいよ、こんなことなったら。普通はやば、これ、島もやばい。走ってる。海の上に魚がめっちゃ跳ねてて、その上女の子が走ってる。あ、どうなるんだこれ。結構なんかやばいんじゃない？やばいことにならない？大丈夫？足は速いね。宗介くんだ。足めっちゃ速かったね。うわ、風強い。
うおー、もう台風だな、これもう。いよ、はい、いける？いや、風強っ。停電してるんだ。あ、そっか、ドアもあんな感じになってるぞ。そりゃそうだよね、停電だよな。帰って、俺ここから帰れる。ここの方が安全ぐらいの風の強さ。ずっとここも定位置なんだね。好きなフルーツ、リンゴ好きですね。リンゴ、リンゴ好きですよ。お、停電が治った。リンゴとかね、最近はね、ネーブル結構食べてる。おーおーおー、テレビが。天気図もすごいビヨンビヨンになってたな。スイカいいね。あ、梨ね。梨もいいんだよね。シャクシャクしてね。あら、宗介くんみんなにあげるんだ。優しいな。くしゃくしゃだけどいい。ラーメンまだ食べてないかも。まだまだだよね、そのシーン。まだだね。うん。バッタみたいに見える。すごい真剣に見てる。バタって悪口。うわー、本当にすごい。風も強い、雨も強い。これはもう完全に台風だよね。いや、すごいよ。外、海すごい。よくこれこっちに乗り越えてこないな。いや、乗り越えてきてるな。これもう車で帰っちゃダメなレベルよ。こんだけ波すごかったら。すごい。放水ね。すごいことになってる。もう海がこんな感じになってたら車運転しちゃダメよ、本当は。本当はね。本当はダメよ。本当はさっきのところにいた方が安全。リサちゃんも強い？あれってちょっと上高くなってなかったっけ？あ、違うのかな？あ、あれは家か。高くなってるのは。いや、ここは渡れないよ、さすがに。いや、まあ、ちょっとやばい。それはやめた方がいいよ、ほんとは。やば。え？そんなんは、どうやって渡るの？あ、その引いた瞬間、行くってこと？おー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 おお、どうなってんだこの車。おお、いった。
おお、怖いよ。おー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 おおおお。行ったけど、もう行けたね。頑張れ。頑張れ。もうここまで行ったら引き返せ。もう行くしかない。行くしかない。ああ、足、並走してる。あの、この笑顔見て。この笑顔見て。でもさ、あの顔見て、宗介くんはポニョってまだわかんないんじゃないかな。あの笑顔最高すぎる。この笑顔めっちゃ可愛くない？これ。めっちゃ可愛い。現実だ、ほら、ほんと？可愛いよ、でも。さすがに気づくかな？さすがに気づくかな？この感じ。すっごいポニョ。あーいやいやいやい。このシーンすごいね。もうなんか道の方に行ったり来たりしてない？これ。ほら、やっぱり。道と海を行ったり来たりしてる。かわいいな。転ばないね。だって、宗介くんの方に来てるから、そりゃそうだろうな。すごい早い。あら。いやー、でも。大丈夫かな？ここは立ち止まってるのも危ないよ。まあ、ポニョは大丈夫と思うけど。ポニョってまだ分かってないね。うん、分かってない。あ、なんかすごいの来てる。もうちょっと行った方がいいよ、これ。あ、あ、あ、おー、危ない。危ない。危ない。あ、ちょっともう行った方がいい。行った方がいいよ、これ。行って行って、早く。危ない。危な。あの状態で飲み込まれたらもう助かんない。まあ、ポニョがいるからわかんない。助けてくれるかもしんないけど。普通はもう本当にやばいよ。ああ、危ない危ない。宗介くんのバケツが。あ、バケツ。おぉどうなってん？宗介くんのバケツが。まあ、取りに行かない方がいいよ、これも。あ、あれ？あれ、あ、てか、あれ、あれ、あれ？ポニョ戻ってるよ、なんか。あれ？運転テクニック、うますぎる、ほんと。あのお母さんじゃなかったらもう、波に飲み込まれてる、ほんとに。あ、出た。この顔。この顔、かわいい。このお母さんじゃなかったらもう助かってなかった。あ、あ、かわいいかわいい。このまっすぐ走ってくる感じ。あ、あ、あ、このもうまっすぐ、あ、かわいすぎる。もうまっすぐ突っ込んでくる感じ、かわいすぎる。ただこれでわかったかな、今変身したからわかるんじゃない今。かわいい。なんかちょっとメイちゃん見てるみたいだって一瞬。あの、まっすぐ突っ込んでくるところ。わかる？メイちゃんが突っ込んできてるところ。散ってるところみたいな。あ、わかった。あ、嬉しそうだね。あはは、だって。おー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 。あ、あ、そうか。あのめっちゃ魚いっぱい一緒に走ってたのはこの子たちだったんだね、そういえば。そうか、そうか。
ょっと家の中に戻ろうかね。うん。そうそうそう。まずはね。まずは。まずは家の中戻ろう。ああ、ヤクダナさんいらっしゃいませ。今日はね、崖の上のポニョを見てますよ。ヤッピーちゃんも一緒に見ましょう。お茶どうぞ。あ、国鉄さんお帰りなさい。すごかったね、これね。ほんとね。とりあえず家の中に入りました。ポニョちゃんと再会できてますよ。ヤッピーちゃんもありがとう。とりあえずどうだろうか。ああ。どうなんだろうな。まあ、だいぶ高いとこにあるよね、この家ね。まあ、不安心なのかな。家の中なら安全かもね、本当にそう。ポニョちゃん、よかったね。あうあう言ってる。これラーメン。めっちゃさっき走っとった。そう。めっちゃ走ってた。バタバタして可愛いよね。そうそう。水が出るかな？お、出た。あ、でもバケツ、そっか。ポニョちゃんが取ってくれたんだよね。よかったよかった。ガスもつく。よし。あれはハムか？シーンの安心感。あ、お母さんご飯作ってくれるかな？お、そろそろか？そろそろ来る？ダメ、足。足はダメ。足あるじゃないのよ。ほとんど手だな、これ。ジブリ飯。何これ？お茶？美味しそう、これなんだ？蜂蜜？うわ、めちゃくちゃ美味しそう。蜂蜜か。ゆず。お昼ご飯候補？あ、ご飯を食べましょうって言ったぞ。さあ、ご飯タイム来るぞ、ご飯タイム。地元ね。お母さんはまだ出てきてないよね。とっても怖いらしい。悪い魔法使いってなんで思ったんだろうね。なんで思ったの？発電機だな、これ立派なやつだな、しかも。すごいね。そういうのが分かるんだ。水の液体に関することはいろいろできるのかな。あー元に戻ってるよ。あるある。え、何これ、アンテナ？何これ？アンテナ？
アンテナか。他のところは全部停電してるのか。ああ、向こうね。雨は止んでるけど、まだ海はまだすごいな。星綺麗だったね。光月さんいらっしゃいませ。無線使ってる。ハムね。あ、本当だ。来週はローマの休日。これもなかなかの昔の映画だよね。ハムー、何食べるの？ハムー。ハムが食べたくなるね、ほんと。え、じゃあこれ、ラーメンの上に乗ってるのってこれ、チャーシューじゃなくてハムか、じゃあ。本当に可愛いよね。ウプバーン。美しいね、ほんとに。ローマの休日はどうかな。ヒロニーはいいと思うんだけど、見たい、いい映画だと思うけど、みんな、どうなのかな。うん。ハムーン。このシーンがサンマのパスタのやつに出てた？あ、ハコネーゼかな。違う。え？ハコネーゼのやつ？面白いよね。まあ、いい映画よ、ほんと。いい映画。素敵な映画よ、ほんと。みんなが見るなら、ね、ポジションしようかなと思うけど。あ、岡田さんいってらっしゃいませ。その CM 好きなの。よくある CM とかいうやつ。あ、何パターンかあるよね、さんまさんの。お、まなちゃん大丈夫か？はかねえぜ。今合ってるよね、そのコマーシャルね。いい映画だよね、ほんとね。その翌週は、ショーシャンクの空に。こっちも名作ですね。すごい名作よ、これも。左腕痛い。足痛い、左腕痛い。みんなどこそこ痛い。大丈夫？箱根ぜ、そう、箱根。名工技術の義塾の CM 好きです。あわあわあわだって。2も可愛いね。2も可愛い。パスタ食べたくなってきたな。はい、岡田さん、またねー。あと1時間ぐらいか。1時間ないぐらいか。コマーシャルが終わったらラーメンタイムです。おそらく。ヒロニーだったらどんな CM 作る？なんか、もちちゃんが出てきて、もちちゃんの3分クッキングの CM 作る。テレデッティッティンティンテン、タラナニャン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 、タララ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 ラ、タンタン、もちちゃんが出てくるやつ。今、日清の CM。マナちゃん何？同じの家で左腕ひ負傷、今日通学路で転ぶ左腕悪化。大丈夫かよ、大事にだよ。カレーくださいだって、ニコちゃん。あ、そっか、カレー、唐辛子カレー配りのニコって書いてるもんね。確かに。あ、来たよ、来た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 。あ、袋ラーメンだったのか。パリパリになってるけど。リーパーにボロボロになってるけども。袋ラーメン。え、袋ラーメンをこういう作り方するって、これ、チキンラーメンかな、これ。チキンラーメンじゃないとこの作り方できない。はず。あ、別に、インスタントラーメンをカップから外して器に移して入れたのかな、それとも。
通の袋ラーメンでこの作り方でできたっけ？まだですよって。目閉じた。なんだ今の目。おお、めちゃくちゃ美味しそう。何これ。あつ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 。あんだけ喜んでくれたら本当料理作りがいあるわ。3分待ってやろう。チキンラーメンかもね。ね、チキンラーメンかもね。疲れたね、もうね。寝ちゃうわ、そりゃ。こんだけもう、頑張ったから。しかももうお腹いっぱいになっても、そりゃ寝ちゃうわ。タイトル回収。かわいいな。むにゃむにゃしてるよ、もう。そう。タイトル回収。このサムネ回収しました。はい、いってらっしゃい。そうだね、宗介くんのアイスの時の顔だ、そういえば。そう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 。そう。あの、車の中で、まあ、眠い感じじゃなかったと思うけどね。でも、顔的には似てる。あ、チカチカしてる。あんだけ走ってきたら疲れるよね。ちっちゃい子ってもうすぐ眠くなるから。不可抗力も止められない。我慢できないから眠るの。もう、無理、無理。一回眠くなったらもう寝ちゃうから。あ、波もちょっと落ち着いたかな。ね。でもまだ、危なそうだけどな。え、行くの？あ、そっか、行くのか、これ。寝る前のヒロニー、寝起きのヒロニー、寝る前のヒロニーだね。寝る前のヒロニー。寝る前の映画チャンネル見て、もう、うわ、眠いなってなってる時。サンドイッチ作り置きしてる。ハム入れてある、ちゃんと。でも、ひまわりの人たち、大丈夫なんじゃないかな？どうなんだったっけ？あれ、でも、宗介くん、もう心配だけどな。ああ、この家にいるから大丈夫ってことか。一人にして不安もあるだろうな。早い。もうあんなとこまで行ってる。チキンラーメン美味しい。チキンラーメン美味しいよね。小さいのにモールス使いこなす宗介、すごい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 。本当にすごい。英才教育だね、多分。リサちゃんはめちゃめちゃ早かったから、すごい教えてくれたんだろうね。ポニョちゃんも安心して寝てるね、もう。あ、船。お父さんが乗ってる船かな、これ。え、見たことのない町。え、何これ。あれ、え、どこに行ってるのこれ。なんだ。やばい、この船にもうやばい。もうちょっと影響が出てる。え？あー、なんか来てるぞ。なんか来てる。なんかが来てる。
なんか綺麗だな、でも。おーおーおーあー、でかっ。え、これがもしかしてポニョのお母さんか。でかい、でかい。でっか。この赤い髪は見覚えあるぞ。何この光る魚。あ、水になった光る魚が。おお、動き出した。ポニョのお母さんなんだね。ザブーン、ザブーンした、ザブーンしたけど無事だった。あ、動くようにしてくれてんのか。おうおうおお、全部動くようにしてくれたのかな今ね。グランマンマーレ、そんな名前だった。すごいいい名前だね。すごそう。なんか通り過ぎるだけで機械も直していくっていう、素晴らしい。え、だけどあの船なんであんなとこにいっぱいあったの、あんなにさ。謎だな。あ、岡田さんお帰りなさい。ねえ、ポニョの、そうだね、竹野さんね、直してくれてたね今ね。何グランマーレ、グランマーレ、グランマンマーレ。どっち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 、調べよっか。グランマー、いや、グラン、グランマンマーレだよ。グランマンマーレ、そう、グランマンマーレで合ってるよ。みたい、調べたら。素敵な名前だね。ポニョのお母さん、すごそうだな。すごそう。あ、もう、もうそろそろあれだね、クライマックス、まあちょい前ぐらいか。いや、むいむいさん、これ分かりにくいよね、グランマンマーレ。いや、10週連続でもよかったんだけどな。2週連続でもありがたいけど。に、10週連続でもよかったんだけど、ジブリ。そんなに、そんなにやらないかな。15週連続でもいい。